ビッグマッチの前の試合で必ず低調なパフォーマンスを見せベンチ外になるロペ、愛おしい。だから愛おしく思われちゃったらもうおしまいなんですわ。強いし、チームとやりたいのに、例えばね、ほら昨日ブレイキングダウンがあったじゃないですか。自分よりね、弱そうな人とばっか戦ってても思わない。違う、強いとことやらせろ。ブレイキングダウン出ろ。ロペはほんで絶対向いてる。会社の休憩時間に同僚たちはウイル世代が多くて、みんなで猫ニャさんの動画を見て常に大爆笑でしたよ。特にロペの小芝居が人気でした。職場が心配です。コロンビア戦ロペスがいたらもう2点くらい失点してたと思う。それかロペスの塩試合にする力で0-0か。塩試合の0-0だったら逆にね、もっと非難されてると思うんですよ、日本代表。それこそ4-1で負けてたらもっと非難されるし、ロペスが代表に選ばれないっていうことが良かったってことで何を喋ったらしてます。2019年に大学に入学し、2024年に卒業します。1年ほど猫屋さんを見習い留年をしました。就活中でありがたいことに内定を何社かいただいたのですが、ロペスを見習ってルーレットで決めたいと思います。やめろ、だから人生をかけるな。こいつはデータの木図だからいいんだ、ルーレットで。やめてください、あなたたちは。絶対に塩試合なのはいいが、せめてコクが欲しい。だからもうラーメンの話みたいになってんのよ。ロペの動画のコメント欄がよ、ラーメンの話になってんのよ。何本連続でゴールの歌流れてない状況が続いてますか。絶対にゴールしてください。今日はあなたに言ってます。現在私たちは4位です。最低でも4位、狙いは優勝って思ったけど、バルサとの勝ち点差がもう20開いてる。いやいや、まずない。インターレスでゴールランキングにももちろん入って、アグエロさんがやっぱちょっとおかしいって。何回も言うけど、アシストは、はい、そうです、なんだかんだ藤井隆で、これ前回ね言ったのが、これ山形が優勝みたいな、これ他のとこはそうだと思うんですけど、 J リーグはね、これ北から順番に並んでるだけだろっつって、確かにって思いましたね。東北、関東つってね、ね、ここ神奈川だし、新潟で、こっからほら、ね、静岡、名古屋、京都で、ここ関西の広島、そうです、そうです。ロペスベストイレブン選ばれてるよ、1位で。え、カズさんも25位や。ロッペンが月間 MIP や。ロッペンは似てるんじゃない。冷静に考えてさ、2009年の段階からロッペンは変わってないんですよ。何があって、髪型です。マドリードの試合がある。え、絶対、いや、出させてね監督、絶対だよ。でスポルティングでヒホンはロペスが得意とする、この給料的にも見てください、能力的にも一番得意なんです、こういうチームは対する時が。ロペは今日ね、美容室なんですよ。皆さんどうですか、美容室に行く時ほど、真面目に髪の毛セットしがち。これ私唱えていて、その説どうですか皆さん。パワフルですよ。ヘッドでセリフ、どうせすぐシャンプーされるのに。何なんですかね、プライドなのかな、変な。で去年の年末にね、髪切ってもらおうと思って予約したんですけど、予約が終わってね、そのなんか髪切る日の入ってくる2日前ぐらいにちょっと担当がコロナになってしまいましてっていう電話が来て、切れなかったんですよ、いつも切ってる美容室で。で泣く泣くです、なんか他の美容室行くのも嫌だなと思って、泣く泣くあの1000円カットで、去年の年末から今までこう生きてきたんですよ。だいたいいつも行っている美容室はカットで7500円とかなんですけど、クソ高いっていう。そこからミチェル、1000円でも7500円でも変わらんやんと言われました。変わるだろ、チェック、変わるだろ。塩にはさせないし、ロペも点取るって決めたの、この試合は。いいマークでしょ、中央から行った。おっと、ここで1回プレーが出ます。はい、イージー。さあ、チャンスになります。こぼれ球、いやサイドからの攻めを見せたんですが、いや、いい守備してんだけどな。全然前線から守備、手元の時計では30分が過ぎようとしています。髪の毛は金髪から赤くなったり、いろいろ変わるよ。まだコースを探しています。さあどうする、さあこれはスペースに行く、左へ出した、行くぞ、これ行けるやつ、左側、そう、チェック、さあ入れるか、前線、なんてマジ愛がない、
ロペに対して、あら横にちょんでいいじゃん。パスをつないでいく。待っている。上げてくるか。うん、自分で行く。ヘッド。いやー、なんかビジャさんにボール集まるんだけど、そういうことか、能力って。ラウル構え、うまい、耐えていく。いい形になった。ビジャさん、なんか入れ、中に入れ。ワントラップした。そのまま、おっと、ここで前半、いや、マジで点取りたいな。後半参りましょう。右に振って右に上がっていく。何をしてんだよロペは。ここはなんとかクリアです。しっかりしろよ。中へは OK、 コーナー。これは動いた。ここ上からロペ、いや、どうか。え、アロージでクリアしました。来た。さあここで動いた。スプールヒル、ベンチで誰かアップを始めているようです。さあシュート。ねえビザー。え、あんなにいいパスとか出してんのにロペ。両チームここでメンバー、ロペ生きてます。デュフォー、そこからロペス。いいよ、どうなるんだ。よーし、あぶね。え、なぜ私のパスは、適当なシュート打ってそんな素晴らしいヘディング急にすんの。いやー、いいクロスボールが入りました。チャンスを見逃しませんでしたね。画面ではリプレイをご覧いただいています。まあいいよ、勝っちゃう。オッケー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 。仕事はしたでしょ。あの右に出したのもロペなんだから。だってそう、監督何点ですか私。ビジャさんに全部持ってかれた。試合終了の笛が鳴りました。オッケーでしょ。監督はロペのこと 8.5 って言ってくれたなら 6.5 や。理想は次の試合をベンチ外でマドリー戦スタメンなんですよ、理想は。あーうん、立ち込めてます。マドリー戦ちょっと暗雲です。あ、でもダビドシルバさんいてくれてる。でマイガはちょっと干され気味で、マイガとビジャさんってどっちが。マイガも結構強いんだよな。しゃー、絶対もう雨多いな。ほんで興奮しました。これいける。さあ前に誰がいるのか。さあ入れるか。さあこっからです。初めてのコーナーからのセットプレー。へー、今フリーだったやん。待っていた。ここで激しい詰め込み、詰め込み。この後ですね、ボールは渡る。打ってくよ。サーボールが入ってくる。なんでだよ。だからシルバー横へ動きます。コーナーが連打。コーナー頼む、そろそろマジで。まだチャンスになります。何もなりませんね。やっと決めたじゃんこの男。マジで嬉しい。上からロペス、さ、逆転のコーナー。バレリーナのようなロペの素材ゲットしました。最高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 。これがやりたいんだから、これがやりたくてやってんだから、このゲーム。とにかく点が動いたんでね、ここからさらに注目ですよね。はい、引き続きここから注目していきましょう。じゃ勝手に動くな。
20年前の自分に言いたいよね。コントローラーワイヤレスになるよって。前線へ、うっ、はい、キーパーという近い位置。ちょっと、ちょっと、フリーにはなったんですが、これロペスが競り勝つ。ヘッドで競り合います。相手にボールが行く、回収する、小さく回します。これチャンスなる。アプローチ、いや惜しい。今チョンでドンでグンだったな。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。うまっ、うまくない。ビジャさんってフットボール上手だったんですね。怒られるぞお前、そんなこと言ってると。いやちょっとロペが得点して以降静かなもんでしたね、この試合は。言うてアプローチ、なぜ出さない。おっと、ここで前半終了のホイッスル。言うて1点じゃやっぱ足んないんで心配なんで、このゲームは。あとなるべく体力を残してピッチを下がりたいという願望もあります、レアルマドリードのために。その反対側がバスケリア、ビジャー、なんでチェックを受ける、スペースへ出た、カットインして、見せますロペスの根下。嘘だろ、嘘だろ。いやー、ロッペンじゃん。いただきました、ロッペンさんからのお食事のお誘い。バックパス、ここにマドゥーロ待っていた。シュート、ハットトリックヒーローあるな、これ。このコーナーで決めたらロペスフットボール人生初のハットトリック。打たないといけない場面ですよ。さあどうか、行きましょう。オンゴール、これがオンゴールってさ。でもオンゴールか。さあヘッド、これはカット、アプローチ、いいよ、ボールは渡る、はい、左へ回して絶好の得点、いいよ、はいはい、もう一回。やや中のフォローが遅いか、これは惜しい。選択は一人、ヘッドか、はあ、いやピグ、はい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 、ハットトリックをさせて、ラペリ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 、ハットトリックハットトリックハットトリック。すみません、すみません、はい、しかもロッペじゃない、すみません、だからすいませんって、ちょっと興奮しちゃっただけですいませんでした。はい、すごい、4点も取った、怪我ないじゃないですか。まあ、たさて、なんとかこのチャンスでね。あ、マイガの答え、オッケー。マイガ、もうちょっと早く出てきてほしかった。決める、守備サボったんか、マイガ、お前。あなたが出てすぐ知ってんですよ。はい？ロペのマンオブザマッチをみんな奪おうとしてませんか、師匠。もういいじゃないですか、4点取ってんなら。落ち着きましょう、ロペがマンオブザマッチ取りましょう、この試合は。なんかロペ2点取ったのに5点も取ってるから、2点取ったロペすげえみたいなのが薄れるだろ。ここで試合終了です。そりゃそうでしょう、それは。それはそうでしょう、ロペの得点だけでも勝ってんだから。久々に気持ちよい試合というか、ロペがロペしましたね。これで6得点かな。あ、ベンチには入った、よーし。
7得点か。リーグ戦では6得点ってこと？でもラツィオ時代27試合で10ゴール5アシストだから、まあ、もうちょっとやっとおかなきゃダメだよねっていう感じではあります。で、ほんでもって、まあ、マドリッドの試合なんですけど、ロッペンさんからねお食事のお誘いいただいてますんで、しっかりね試合も勝って、試合後にロッペンさんとお食事に行きたいなと思ってますけどね。強すぎません？マドリー何回見ても思うけどね、えすごいな。よし、え、ロッペンさん出てないじゃないですか。ロッペンさん、ロッペンさん、あー、これメンバータイムか？え、ションダですね。前半から前線のアプローチ、アルベル、ちょっと、え、ん、セラミフィルド、ちょっとロッペンさんの姿が見えないんで、ちょっとハーフタイムにマドリーのロッカーに突撃しようと思ってます。突撃隣のロッカールーム、サイド攻撃、うん、ここで前半戦終了、ちょっと行ってきます。失礼しまーす。すいません、ロッペンさんいます？あれ、すいません、あのロッペンさんいます？あれ、聞こえてない、あのすいませんロッペンさん、この距離なら届くな、ロッペンさんいます？あれ、無視、何やめ、何やめ、やんなきゃめ、ロッペンさん、何やめ、やんなきゃめ。筆巻くん、もう帰ろう、警察呼ばれちゃうよ。いないんですよ、ロッペンさんが。すっごい無視してくるし、マドリーのみんな全員。まずこの試合でマドリーに存在を認知してもらおう、やっぱりまず。さあ、このスルーパス、あとロッペンさん心配です。コーナーキックにか、ビセンテ、うますぎ、パス、おっと、うまいですね。そして前線、甘い、あ、仕掛けてきた、チェック、オッケーオッケー、危ねー、アンディのセンター、あー、そうですね、はい、チェック、まだコースを探しています。ここで受ける、行くか、ボールは渡る、落としたか、今良かったけどな、ロペの動きは。チェック、裏すが上がった、ヘッド、ないか、ないかー、郵便シュートでしたね。今のように中で自由にさせてしまうと、いや、1点でいいんだよな、頼む、ちょっと ロペ前目にポジション取ります。もうちょっと点取らなきゃいけないんで、やっぱりラウル・アルビオル、いいよ、30分を回ろうというところ、いい、でこれロペが追い越す、チェック、なんで取られるな、いやいや、もう中盤で絶対ボール取られる、見せています、いや、きつい、しかし追いかける、やばい、もうなんかずっと攻められてる、出てきましたね、ロッペさんいないし、大野はバスケリア、さあラスト追っていく、ラウル・アルビオル、アルベルダ、縦、ちゃんと聞いとけばよかった。ロッペンさんの連絡先ダメだ、ツイッターの DM じゃ。カップ戦が終わったって言ってましたね、バルサが優勝で、見てないんだよツイッター、いちいち、うん、まあまあいいでしょう、4位。もう選手プロフィールにロッペンさんの電話番号とか書いてないかな、書いてないんだよな。え？